小屋里に立つ一本の古木。日本の桜を代表する品種、ソメイヨシノです。私らが知っておる天然の中でソメイヨシノで最も古い桜だろうと思いますね。お母様の財政、あるいは本石様の財政と何本か桜もあったようなんですけど、今ほどたくさん桜もなかったんですけどね。その樹林分教会の先代というか、今の会社さんのお父さんが落ち葉を備えされたという話聞いてますけど、それが別石場のところの桜というふうに聞いてます。それが今一番老木でありますかね。そのすぐそばにもソメイヨシノの並木があります。昔の別石場と東高度の間、石畳の道ありますね。桜のトンネル状のところ、こう片側にその木造のいわゆる旧別石場があって、で片側が東高度側から桜の枝が伸びて、その石畳のところをこう歩くというのはね、なかなか風情がありますね。この桜の子供は天理幼稚園の西側、道路沿いに植えられています。同じ親から生まれた数本の兄弟、それぞれに違った特徴があります。今でもあの辺りを通ると、おかしいなと今でも思うんですよ。同じ親から取ったにもかかわらず、花が先咲いて後から葉っぱが出るもの、それから葉っぱが出てから花が咲くもの、で葉っぱの色も茶い赤っぽいものから黄緑色のもの、種類が全然違うんですよね。この親から生まれた兄弟でも全く違うけれども、だからそれでもお互いに皆それぞれ認め合う形を教えられてるのかなと思いますね。その木見てもやっぱりどれがいいとは言いませんもんね。それぞれいいと思います。